インフォキュメンタリー。こんにちは、みほです。今日はお好み焼きを作りました。お好み焼きっていうか、冷蔵庫に千切りのキャベツが余っていたので、はい、それを使って何か料理を作ろうと思って、キャベツに生卵と小麦粉と水を入れてこねたやつをフライパンで焼いて肉をのっけた感じです、はい、なんか、まあ、たまにこうやって自炊するんですけど、一人暮らしだとね、自炊が安上がりか、一人分だったらお弁当の方が安上がりかとか、いろいろ考えますよね。なんか時期によって違うんですよね。いや自炊の方がいいだろうとか、いや一人分作るのは大変だとかね、まあ時期によって変わります。で結構美味しくできたのでまた作りたいと思います。で食後は桃を食べましたね。ちょっと悪くなりかけの桃、はい、早く食べなきゃと思って。でもこう一人暮らしだと一回切るともうなんだろう、丸々一個食べなきゃって思うので、ちょっとねお腹が空いた時にしか切れないなと思ってたんですけれども、今日は撮影するにはもってこいの桃だと思って撮影しました。なんか最近編集してて思うんですけど、すごい時間かかるんですよ、その編集をするのに。1分とか1分半とかの映像を2時間とか3時間とか4時間とかかかるので、そう、なんかね、何にそんな時間かかってるのかなって思ったら、結構喋ることが問題でした、うん、なんか一回撮り直すと何回も何回も撮り直してしまうので、そこら辺をちょっとね、もうちょっとどうしたらいいか考えて、まあ、そういうことを考えながらやるのを楽しんでいます。じゃあ今日はこの辺で、バイバイ。